かつてゼネラルリソースが多国籍企業体として誕生した結果、国家という枠組みは崩れ去り、歴史は新しいフェーズを迎えることになりました。そしてこの巨大な海上移動都市メガフロートの姿は、今やニューコムのシンボルであり、それは彼らの新しい力を我々に見せつけているかのようです。今各地で始まった紛争を事実上仕掛けているニューコムは、何を求め何を望んでいるのでしょう。我々はこの紛争がやがて歴史をどのように変えるのか、まだ知らされてはいません。ただどんな結果になるにせよ、一つだけ言えるのは、両企業に挟まれた形のユーピオには、現状の治安維持はできても歴史に新たな結果を残すことはできないであろうということでしょう。聞いたか、今さっきフランカーと彼女のエンジンシステムがぶち壊れたらしい。しかもそれが整備不良のチェックやってた時のミスでだ。お前も整備には気を使った方がいい。まったく、いくら最近出撃が増えたからってそりゃない話だろ。こんなことだからユーピオはハリコの虎だとか軍隊ごっことか言われるんだよ。この状態じゃレナのやつ当分出撃できないことになるだろうな。こんな時割り込んでごめん、出撃命令です。いよいよニューコムの連中本気で歴史を変える気みたいね。タイミング悪いけどユーピオの大スターは欠席、私たちだけで何とかしましょう。じゃああとは上で。海上移動都市メガフロートにニューコムの機動艦隊が集結しつつある。ニューコムの体制が整う前にこれを叩く。なおメガフロートには多数の民間施設が、また港湾区画には民間船舶が存在する。作戦遂行にあたり、これらへの被害を極力避けること、サーフのエース、また会ったな。エンゲージ。沈黙を確認。引き続き残存戦力の総統に移れ。Update target.
作戦遂行中の全機に伝える。クラークソン代表の停戦交渉によりニューコムとゼネラルリソースの間に停戦協定が結ばれた。全機攻撃を中止し帰還せよ。どうにも間の悪い話じゃないか。ここでの停戦など老人どもが決めたまやかし。時代はすでに変化を望んだ。そう思わないか。ディジョン、一度しか言わない。お前がこの世界で何かをしたいのなら、ユーピオはただの階段に過ぎない。もしその気があるのなら、このままゼネラルに来い。その勇気がお前にあるのなら、私が新しい道を作る。ゼネラルのエース、気でも違ったの？ねえ、これは合わないよ。こいつを移籍させる気か。危険だ。
剣のない賭けなど。サーフのエース、どうする？ゼネラルに来るか？行ってはダメ！あなたはユーピオのパイロットなんだから。そうか、残念だ、サーフのエース。冗談、何を言ってんだか。空母に着艦するわよ。ランディング。ニューコムの機動艦隊は停戦協定により撤退した。この協定により当分の間戦闘は行われないだろう。あなたの判断は正しかったと思う。彼は危険だわ。それにこんな紛争長く続くはずがないし、そのためにユーピオがあるんだもの。